皆さんこんにちは、バンダルグルービーです。では今回からアーツオブアイアン4現代モッド、クラシック版になりますけどもやっていきたいと思います。ツイッターとかね、YouTube の方で、まあ皆さんのご意見ということでアンケート取らせていただいて、トルコちょっと見てみたいっていうね、声が多かったので今回はトルコでプレイしていきましょうということで、画面には今エルドアン大統領がね出てますけども、まあ、プレイのコンセプトは全く決めていないんですが、まずはね、やっぱり、停戦合意したとはいえ、トルコがシリアに侵攻したというニュースが、まあ、ホットな話題になったばかりなので、ここはまずシリアに侵攻していきたいな、というふうに思っています。では、早速始めていきましょう。まずは、そうだな、ちょっとこれ全然、ロケハンをしていないので、ぐだる可能性もあるんですが、研究ツリーから見ていきましょうか。そうか、陸軍の歩兵装備は2000年のものが終わったかどうかというラインですね。自動小銃とかもねまだまだですよね。で、支援中隊も全然進んでなくて、戦車は戦車も、まあ、2000年のものがまだ済んでいないっていう形ですね。トルコってそれなりに中東では軍事力持ってるイメージあるんですけど、やっぱりアメリカ軍とかでプレイした後だとね、少しこのあたりが、遅れているのかなっていう印象はありますね。ドクトリンはまだ全然ですよね。で、海軍は？海軍はやっぱり思い入れあるんでやりたいところなんですが、海軍も全然だな。海軍はこれフリゲート艦作っていくのがやっとかな？これ見る限り。で、空軍の方も2000年のものがまだ済んでいないっていう形ですね。となると空軍はもうマルチロール機1本かな。複数、攻撃機とかね、対水消火機とか、このあたりを作ってくる余裕は多分ないと思うんで、マルチロール1本ですかね。で、光学圏も全然ですね。まあ、モダンデイモッドクラシック版なんで、核が使えるっていうのがあるんで、核開発も行っていかないと大国相手にはちょっと勝ち目がないかなと思うんですが、まあ、おいおい見ていきましょう。じゃあまずは、ここは陸軍の装備から見直していきましょうか。あとは野戦砲。この辺りは、ほぼほぼ間違いなく、手段変更のテンプレに入ってくるんで。で、あとは産業系かな。これ見る限り少し、遅れている感じがあるので、生産効率上げていきましょう。そういう研究ですね。最初に徴兵見ておくべきだったかな。おっと、徴兵何も入ってないね。中身見ると陸軍の歩兵師団、歩兵と工兵中隊だけか。なかなかだな。ここは機械化歩兵と自動車化歩兵ですね。それに野戦病院、偵察工学、工兵が入ってる形ですね。続いて、ここも機械化ですね。機械化が入っていて、ここも機械化で砲兵が入っている以外は変わりはなさそうです。で、戦車は？現代戦車と軽戦車か。いや、戦車も2つ作る余裕ないから、現代戦車に一本化した方がいいな。まあ、当然今、始めたばかりで、陸軍の経験値がないので、師団編成の見直しはできないんですが、戦車の手段に関して言うと、軽戦車はやめて、現代戦車に一本化しましょう。あと必要になってくるの、軽機械化砲兵が結構数必要ですね。で、砲兵は砲兵だけです。うん。じゃあ、ここはまずは、無難に、歩兵を、シリアとの国境近くに展開しましょう。まずはね、シリアを送ってちょっとでも多く、工場を獲得していきたい。まあ、こんなところですかね。じゃあ続いて生産のラインを見ていくと何も入ってないな。生産のラインも、当然ですが、必要最低限のもの。まあ、マストで必要になるものを最優先で入れていきましょう。あとどうだろう、現代戦車。主力戦車と現代戦車って微妙に位置づけ違うよね。念のため研究ツリー確認します。レオパルド。主力戦車と現代戦車。ちょっと待ってね。現代戦車の位置づけがどうなってるんだ？
機械化でしょ、軽機械化、主力戦車、主力戦車でいいのかな、軽戦車と現代戦車でいうと、主力戦車がおそらく現代になる。で、レオパルド系に進んでいきましょう。はい、OK です。じゃあ、生産のラインは、そうだね。レオパルドを入れておきましょう。で、ちょっと気になるのが、師団編成に軽機械化と自動車化歩兵いたよね。ということは、軍用トラックで諸兵輸送車、歩兵戦闘車、このあたりの生産も必要だな。全く工場の数が足りない。あとは造船所ではフリゲート艦を作っておきましょうかね。で、工場です。まあ、ご覧の通り民需工場、軍需工場ともに全然足りないので、まずは特艦で軍需工場を3、4個作っちゃいましょう。で、その後はバランスよく立てていきます。まあ、5個ずつぐらい交代で立てていくのがいいかな。まあ、軍需工場が足りてないというのはもう、誰の目にも明らかなものの、いつも軍需工場を優先することによって民需工場不足に陥るというね、悪循環を、全く学びもせず繰り返しているので、ここはちょっと今回反省を生かしていきましょう。で、重要な国家ツリーですけど、これは現代モトクラシックの何にもないテンプレデッキですね。まあアメリカとか中国とかだとね、独自のテンプレート持ってるんですけど、独自の国家ツリー持ってるんですけど、どうやらトルコはテンプレデッキになっているようなんで、まあ工業の方針をセオリー通り入れておきます。で、資源不足はタングステンが足りないのであれば、どっから輸入するタングステン。アメリカとトルコの中がね、微妙な空気が流れているという話がありつつ、シリアからのトルコ軍の撤退にはロシアが協力するという話があったりと、まあ、気な臭い話がいくつかあるんですが、そうだな、タングステン。タイからだな。僕の大好きなタイ。タイから輸入しましょう。で、最後に、師団編成の見直しをしていきます。ちょっとここはもう適当に軍を作っていっちゃいましょう、一旦ね。で、その後に、必要に応じて見直しをかけましょう。まあ、まずは、初戦で、勝利するというのが一番重要になってくるので、その初戦を勝利で切り抜けるために一度適当に割り切っていきます。で、軍の編成ですね。第1軍、第2軍までかな、これ見る限り。こんな感じです。で、では、減衰クラスをアサインしていきましょう。減衰さんについてもらい、まあ、ここからは師団は将軍でいいよね。ジェネラルでいいと思います。そもそも、元帥がそんなにいるのかというのもあるしね。ここも後々ね、あの適性を見極めながら入れていくとして、一旦こんな感じにしましょう。で、さらに早速にはなるんですが、時間を進めていく中でシリアに宣戦布告していきましょう。スイスが国連に加盟か。まあ、スイス永世中立国ですけどね。宣戦布告するには、政治力が全然足りないね。なので、政治力が溜まるのをちょっと待ちましょう。で、その間にも軍の展開はしていきます。まずはアレッポを陥落させて、ダマスカスまで軍を進軍させる。容赦なくひたすらにシリアを蹂躙する。まあ、こんな感じかな。ミンスク協定ですね。まあ、これもいいでしょう。ロシアとことを構えるわけにはいかないので、ではここでそのシリアに宣戦布告、その準備に入りましょう。まあアレッポかな、まずは。がアレッポやるには
政治力44必要ですね。なのでちょっとまだまだかかりそう。じゃ時間を進めましょう。でこの間に空軍の展開もしていきましょう。まあシリア上空のね制海権、制空権、制空権ですね、これをちょっと取りに行っておきます。で、できるだけシリア方面に展開を変えていきましょう。空軍の展開の話をしています。シリアは一周得た。ああ、これイスラム国の話だな。そういえばバグダディ容疑者がなんか米軍のね作戦で死亡というニュースも流れてまして、ね、で建設航空支援は各師団に入れていきます。踏み込みましょう。 OK だ。これでじゃあ空軍の展開も一旦よしとしましょう。いやー、小規模だとこういう利点はあるよね。簡単楽チーム展開が。ではシリアに対してここからまずはアレッポ攻略。待てい、とそうはいかんぞということですね。ここもタイから輸入していきたいな。7月15日のクーデター、政治力マイナス25か。やってくれるな。タイから輸入したいよ。タイ、タイは産油国じゃないからないかな。お、微妙にある、微妙にあるぞ。微妙に輸入させてもらおう。タイとの仲はね永遠ですからね。で、あとは予備の軍を一応シリアとの国境付近に置いておきます。クーデターに対する対応、2016年のリオデジャネイロオリンピック、なんかね急にマラソンが札幌で行いますみたいな話に急転直下なってますけど、残念ながら僕たち夫婦はそれぞれ、五輪のチケットを結構申し込んだんですが、全外してます。もう一回ぐらいチャンスあるんですかね。第一次、第二次は共に外してますね。第二次に関して言うと、確か、全外しの人しか申し込みできなくて、僕たちは二人とも全外ししたんで、二人とも申し込んだんですが、それもダメでした。で、クーデターね。ギュレン運動のせいにしてそれで済ませる。我々国家を癒す必要がある。まず最初に、操作しよう。どっちでも同じだけどな。保守主義、イスラム主義。まあ、ここは一旦安定を確保しておきましょう。で、この間に海軍もちょっと見ておく。海軍もなかなか、なかなかだな。そういうこと？ああ、フリゲート艦だけで編成されてると言っていいな。あ、コルベットもいますね、一部。ただ、この編成だと、大国相手には勝負にもちろんならないので、まずは、ガチャンコしよう。ガチャンコ。コルベットも入れて、ガチャンコ。まあ、3個から4個ぐらいの、数にしておくというのが、まあ、いいのかなという感じがするので、艦隊の数の話をしています。潜水艦隊もちょっと一等、まあ、透明にしちゃいましょう。これで、3個艦隊用意した形ですかね。で、時間を進める中で、この3個艦隊を、うまく運用していきましょう。投資早い。さすがだ。じゃあ軍事工場、まずスロット、さらに軍事工場一つそもそも獲得していきます。で、野戦砲が終わってるね。野戦砲が終わったとはいえ、師団編成の中身を見ておくと、どうなんだろうな。軽戦車はもうほっといて、軽機械化、機械化。軽機械化と機械化ってさ、二ついるっていう話もあるよな。どっちかにして生産効率上げて軍の数増やすっていう方がいいと思うんだけどね。まあ、
ただいずれにしても今はそもそも陸軍の経験値がないので、まあ、自動小銃を研究しておきましょう。で、野戦砲はテクノロジーリフレッシュかけておきます。で、艦隊の提督、さすがに潜水艦隊もいるからね。ああ、今4個艦隊になってるね。4個艦隊、まあ、一旦4個艦隊で運用しますか。じゃあ、まあ、この後フリゲート艦、続々完成してくるので、それを割り振って4個艦隊のバランスを見ていきましょう。まずはシリアをね、食って軍需工場獲得していきましょう。で、その後だよね。シリアを食った後どこを食うか。まあ、一つはどうなんだろうな。クルディスタン。クルディスタンちょっと外交状況見ましょう。このあたり中東情勢、恥ずかしながら疎いので。クルディスタンは、イラク、シリアと、不可侵条約。ああ。クルディスタンね。イランと戦う力はまだないよな。まあ、イラクはありかなとは思いますけどね。で、まあ、当然ながらイスラエルなんかに手は出せないので、イスラエルに手を出そうもんなら、即死すると言ってもいいので、ちょっとその選択肢はやっぱりないので、そうなるとシリアの後、どこを見るか。で、ギリシャとか EU 方面に駆け込みもないからね。そうすると、ディジョンの選択。おー、EU の参加申請がある。トルコは一応NATO の加盟国でしたよね。ですよね。なんか結構初期の段階で、トルコは NATO に加盟していた、しているイメージがありますけど、もうここは EU にも入っちゃおう。ちょっと待って、GU マップも見よう。もう、NATO 入りしてる可能性あるからな。トルコ。いや、NATO 入りしてないけど、EU イコール NATO みたいな感じだな、これ見ると。ね、なのでここはすぐにでも NATO 入りを行いましょう。で、政治力を使います。とするとギリシャ方面に進出するはありえない選択になるし、南下してヨルダンはどうなってる？ヨルダン。ヨルダンはアメリカの軍事通行権認めてるか、ちょっとリスキーだよね。となるとやっぱイラク、イラン、まあ、中東、この辺りを全部食って、イランの侵攻、インド方面から中国を屈服させるっていうね、プレイ方針でいきましょうか。そしたら、で、続いてそうだな、産業系ブーストかかってるのでせっかくなんで入れておきたいよね。研究の中に工場生産量プラス20、現代型産業ロボット、これ入れる。で、軍事工場の方はそうだな、この後必要になってくるものを順繰りに入れていきましょうか。今いずれにしても必要になってしまっているのが現行の師団編成のものですね。これに関して言うとまだまだ陸軍の経験値がゼロの状態なんで、まあ、演習をしてもいいんですが、まあ、1年以内にシリアに侵攻するのが確定している上では、まあ、そこに手を出すよりかはしっかりと力を溜め込んでおいて、シリアへ侵攻する中で経験値、少しずつ獲得していきましょう。ちなみにシリアは海軍持ってるのかな？確認します。海軍戦力一応あるね。そしたら海軍戦力も展開しよう。ここでシリアの海軍を叩く。といっても弱小海軍同士の戦いなんで、
なんか期待するような効果が必ずしもね、得られるというわけではないとは思うんですが、なんか攻撃機マルチロール機みたいなのがいる。まあ近接攻撃支援機は今出撃させちゃってるからちょっとないのか。できればね、とはいえ、まあ、しっかりと海上優勢も確保しておきたいなぁというのがあったんで見てみたかったんですが、まあそこは一旦さておきましょう。あとは陸軍の装備に振るか、工業系に進むか、ちょっと悩ましいなぁ。どうしよう。まあ一旦ここはでも支援火器2を入れましょう。支援火器結構優秀ですからね、ご覧の通り。結構あらゆるものに攻撃防御、突破、ボーナスつくので、入れておきます。そうこうしてるうちにおそらく、そろそろ、シリアとの戦争が始められるんじゃないかなと。まあ、アレッポまで即陥落させて、ダマスカスを占領しちゃいましょう。で、ヨルダンはアメリカ軍の軍事通行権を認めているものの、特に何か同盟的な軍事協定を結んでるわけではなさそうなんで、ヨルダンが一つだね。あと。で、ジョージア、アゼルバイジャン。このあたりかな。で、アルメニアはロシア陣営入りしているので手が出せないね。お、モンテネグロが NATO 入り。うん。で、自動小銃がアップグレード終わりましたと。クヤなしであれば支援砲兵入っているので野戦砲のアップグレードをかけます。他方針は軍事産業。今少しでも、ちょっとでも欲しい。軍事工場が。で、政府の刷新は戦争すぐ始めるので、陸軍の攻撃、師団攻撃 5% のボーナス獲得しておきます。シリアへの戦線布告220日だったと思うので、ちょっとそれを待ちます。一応完了予定が2月の14日。まあ、あと1ヶ月足らずで、シリアとの戦争が始まるんで。まあ、その後、ヨルダン行くのか、イラクに行くのか、まあ、どこを攻めるのか。まあ、クルジスタンもありだよね。クルジスタンはイラン、イラクとしか結んでないし。十分、ありかなって感じはしますね。ドクトリンは後回しだな。結構時間かかるんで、今見てもらった通り。であれば、レッドルートサイト入れます。さあ、宣戦布告しよう。早速だが。シリアを、我が物とする。さあ、早速じゃあ戦争の様子、中身見ていきます。ちょっと時間の進み、補足しましょう。ここはアレッポをまず陥落させて、アレッポから先を見据えるということになると思うんですが、まあ、おそらく両軍とも今までプレイしてきてたような対局プレイと違った、戦いになるんじゃないかなと思いますので、見極めていきましょう。ここは、一気に、殲滅戦士を包囲殲滅。早いな。シリアは何することなく壊滅させた。全州の割譲だ。 OK だ。これでもうサクッとですね。本当にサクッと。クルディスタンに行くかヨルダンに行くか、まあ、イラン、イラクはちょっとまだ早いかなという気がするので、陣営マップを見て、クルジスタン、ヨルダンともに入ってないのを再確認した上で、次の標的は、どうしようかな。資源も一応確認する？ヨルダンは
正直何にもないね。で、クルディスタンは、まあ、石油が1個取れる。いや、違う。34取れるね。クルディスタンだな。次の標的、ズバリ。クルディスタンに、宣戦布告の準備を進めよう。275日。まあ、1年弱かかるな、っていうことですかね。では、軍事工場割り当てていきまーす。まずは、装備生産に兵員輸送車と軽戦車が足りていない。まあ、軽戦車は、うわ、陸軍の経験値が1だ。一瞬で包囲殲滅したから1だな。1か。1ですか。で、軽戦車が作れるかというと、軽戦車作れないしね、そもそも。ここは軍事演習やっぱり入れましょうか。ちょっと入れざるを得ないね。で、軽戦車を置いといて、兵員輸送車が足りていないという話だな。兵員輸送車。兵員輸送車を作っていきましょう。兵員輸送車は、軍用トラックでいいのかな、この並びだと。ね。そうだね。で、軍事演習を入れていきまーす。ちょっとさすがに、ひどいものがあるので、経験値1というのは。で、軍事工場。割り当て。マルチロール機は作っていこう。これでいっぱいだね。で、造船所の方は、潜水艦を作りまーす。大型艦はね、作れないので、フリゲート艦、駆逐艦、コルペット。まあ、ここは潜水艦にしましょう、無難に。で、石油が足りなくなるのは一旦置いておいて、軽戦車もね、この後、演習で獲得したら終わりにしていきます。で、装備品は、新しいものへとアップグレードをかけて、行きましょう。こんなところですかね。はい。ではちょっと今回ね、シリアの攻略ということで、まずやりましたが、あと画面が飛んじゃったね。戻ってこい。戻ってきました。なので、次回はね、一応、クルディスタン、石油資源を求めて、侵略戦やっていきたいと思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。